はい、いらっしゃい。タイムレスレディオのミーゴです。めっちゃ良くないですか？このレトロ最高っす。ちょっと奪われた心を。やばいよね。これインテリアとして飾ってあったらサイズもいいね。ちょっと最高っすよね。いや、これいくら？388円。チンス。買います。 600m 先。今度から僕の自宅にこのインテリアが仲間入りで買います。着きましたね、大和さん。こちらが今回泊まる宿ですね。プリズムテラスでございます。プリズムテラスさん。自然自然すぎるね。すごい。雪がめっちゃ綺麗。山に囲まれています。危ねえ。月が。アモン君はね。長野県に住んでる都合上別行動で来ましたね。現地集合で。現地ハプニングで行こうと思ってた神社に行けなかったという。うん、アモンが電話で言ってたのは、山登ってきたのにまた戻んのかよって言ってたね。じゃあ入りましょう。行きますか。はい。スタッドレスはちょっと必要だったね。すげえ。アモンさん合流しましたね。合流しました。こんにちは。めちゃめちゃ長かった。長くなかった。君らに比べたら全然。山道の中で引き返せって言われたから。救援してるとは思わなかった。さすがに。まあね。段取り、むずいね。まあでも無事合流できたから、よしとしよう。あ、じゃあ、ゆっくり慰安旅行だから ね、 そうだね。しっかりまあ楽しんでいきましょう。次は星野温泉に行きましょう。やった。温泉に行きましょう。それでは次の場面へ。いってらっしゃい。めっちゃ綺麗。川が透き通ってる。あ、もう触ってくれば。落ちないで。どう、冷たい？あ、でもまあまあ。まあまあ。ちょっと温泉。それ触ってくるわ。危ない。あんまり冷たくないわ。確かに温泉の肌触りみたい。すごい。そう。
ちゃくちゃうまそう。じゃあおみくじ開きましょう。ヤマタはどうですか。どう。末吉です。末吉。末吉じゃない。同じ末吉。同じものなんだ。一緒だ。他人を助ける。人の助けに手叶えます。恋愛深入りするな。深入りするな。恋愛誠意を示すことが大切。誠意を示す。遊んでるってことだよ。末吉って感じだな、本当に。確かに。でもちょうどいいよね。うん、まあ、ちょうどいいかもしれない。確かに一番いいかもしれない。それが穏やかでいいかも。末吉だったら。末吉。え？マジで？すごっ。末吉だった。末吉？できるだけ身をヘリクやって、何事も我から進んでしない以外を。強いてしまうとすると思わぬ災いにある。慎んでことを行え。願い事、他人に妨げられる恐れあり。待ち人を狂うが遅い。学問、安心して勉学せよ。相場、急に下る、思い切れ。出産は大丈夫です。タイムレスレディアは末吉でした。今年はアモンの新年の抱負を。遊ぶですね。遊ぶ。人生面白いことがいろいろあるんで、うん、その面白さを、まあ、仕事だったり音楽だったり女だったりでつけられたらなと、いい一年にしたいかなと思います。仕事、音楽、女っていうね。並び順。新年の目標。結果を出し続けますね。結果を出し続ける。はい、それだけです。かっこいい。結果しか見ない男です。具体的な目標とかあります？目標がそれです。え？どんな数字を増やしたいとか思う？普通に仕事だったら利益、うん、バンドだったらライブ回数とか本数とか。なるほどね、うん、そっちの本数ね。それでおのずとついてきてくれる人が増えていくと。そう、それが理想ですね。確かにさっきとは打って変わって。いや、なんでタイプが違うってことでしょ。大事ですよ、うん、遊ぶって。タイプが違うよ。いや、大事です。タイプが違うもん。いろんなことに目を向けるって私は言ってる、ね、そうね。浅いようで深い。浅いようで深いようで浅いけど、見方によっちゃ深いっていう感じだね。深い。僕は深く見る。説得はできると思う。はい、いらっしゃい。タイムレスエリアのミーゴです。僕の新年の目標は、間違い。僕の新年の目標は、近づいてくる。なんで近づいてくる。ダイナミックに行きましょう。大胆に遊び心を持って、時には繊細に、軽やかに、人生をスキップして歩いていきたいと思います。インスタグラム、ツイッター。もうそれじゃ。あ、違う。そろそろいい年だと思うんですけど。え？その点についてはどう思います？いや、もう、結構さ、大人になる人ってさ、もう抗えないじゃん。なんていうの？大人になることってどうしてもね。そこをあえて子供のようにダンスしたり歌を歌ったり、人間の深層心理に立ち返って純粋な気持ちを忘れないよっていうね。インスタグラム、ツイッター、 TikTok、 バイン、タップル、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画へ、いってらっしゃい。